スリックブースにやってきました。スリックはですね、何点か参考出品の品物があるようです。詳しいお話をですね、健康のスリック担当田原さんにお伺いしたいと思います。じゃあ田原さん、よろしくお願いします。はい、こちらが今年12月の発売を予定しているグッドマンデジタルという新製品です。特徴は一つのハンドルと一つのレバーでカメラが真下、真上、あらゆる方向に向けられるというフリーターンヘッドを搭載したものです。そしてこちらのマーク、スリックが1970年代から使っている王冠マークを今回の製品で復活いたします。50周年記念モデルという存在でございます。販売が、だいたい2万円を切ったぐらいで皆さんのお手元に届けられるかと思います。そしてスリックのもう一つの新製品がこちらの高精度自由運台の上位機種 TBH400 です。 TBH400 はボールの硬さを調整できるテンション機能がついた自由運台です。カメラをこちらにもこちらにも倒せる両溝を備えています。そして左右の動きは独立したパンつまみがついています。この PBH400 とさらにボールが大きいタイプの PBH600、こちらを現在製品化に向けて準備中です。来年の3月のショーの時には製品版をお見せできると思います。ありがとうございました。先ほどですね、ちょっとこちらの PBH600 をですね触らせてもらったんですけれども、分かるかな、とてもボールが滑らかに動いていて、高精度でいい製品であることがよく分かります。きっとですね、撮影のシーンでもチャンスを逃さない時にチャンスを逃さずに撮影できるんじゃないかなと思います。来年の春を楽しみにしたいです。